橋本慶太郎は、日本の薬理学者、医学博士。論文の題は、ザメカニズムオブセンシティザチオンオブザベントリックル、2エピネフリンバイハロタン、カーディックイレグヤラリティスインドストバイイントラコレネリー、インジェクションオブエピネフリンアンドアセチルコリニントゥベアリアスポーシャンズオブザケイナインベントリックル。横浜薬科大学薬学部臨床薬学科、臨床薬理学研究室。 山梨大学名誉教授。専門分野は、循環薬理学、甲府生脈薬、共振薬、疾患モデル、安全性薬理。橋本家の人々、昭和16年祖父は大日本ビールの常務を務めた橋本太郎。父は東北大学教授を務めた橋本虎六。いとこには内閣総理大臣を務めた橋本龍太郎。 高知県知事を務めた橋本大二郎、外交官の橋本博ジャーナリスト橋本明などがいる。ありがとうございます。